こんにちは、高田でございます。本日はですね、皆様にご報告がございます。まあタイトルを見ていただけたらわかると思うんですけれども、もう早速、もうそのまま言っちゃいましょう。私、高田良次、なんと家族ができました。ありがとうございます。ありがとうございます。家族ができました。この日が来るまでちょっと長かったですね。昔からね、早く家族をって思ってたんですけれども、ついにですね、家族ができましたので、ご紹介をするんです。今から、登場はしてもらうんですよ。登場はしてもらうんですけども、まあ、その登場する前に、まあ、一体どんな子なのかっていう性格のところをですね、お伝えしていこうかなと思います。まず、そうだな、まあ、とりあえず僕のことが大好きですね。ああ、だす。どうもです。ありがとうございます。もう大好きなんですよ、僕のことが。ねえ。正直なところで言うと、まあ、僕が大好きっていうか、まあ、人が好きみたいな。もう人が大好きなんですよ。僕のこと大好きなんで、基本的には同じ空間にいつもいます。まあ違うね、お部屋とかに行っちゃうと、なんで？どうして？どこに行っちゃうの？っていう、ちょっとメンヘラ気質なところはあるんですけれども。かといってね、こうやってちょっと触れようとすると、逃げられちゃったりとかすることもあるんですけど。で、気分屋ではありますね。これ僕も編集こうやってしてると、そっとね、こう上に乗っかってきたりとか、どしってこう。こう編集してる前にね、乗っかってきちゃうみたいな。あと、せわしいです。基本的にかまってちゃんだから、ずっとなんかね、もうねえってやるんですけど、あとそのかまってくれなかったら、こう壁とかもやりますね。壁もねえってやっちゃったりね。あとその辺でおしっこもしちゃいますね。なんでかまってくんないの、なんでかまってくんないんだって、こうおいって見えてます？ちょっとおいって、なんで構ってくんないんだって やる時が多いですね。あと、まあ身長はちっちゃいです。あと体重も軽いです。華奢ですけど、まあちょっと筋肉質ではあるかもしれないな。身長はちっちゃいですね。このくらいですね。身長はこのくらいです。アロハーぐらいな感じです。もう長々とお話しさせていただいたんですけども、早速ね、登場してもらった方がいいのかなって思うんですけど、いかがですか？心の準備はどうです？まだ話しときます、この子のこと。ああ、じゃあ伝えましょう。毛深いです。毛深い、とっても。何に似てるかみたいなとこあるじゃないですか。だから、まあ、何に似てるかっつったら、たわしかな。たわしに似てます。だから僕の家族はたわしですって言っても過言ではない。じゃあ登場してもらいましょう。あー、逃げました。恥ずかしいんですって。カメラが恥ずかしいんですって。あ、今捕まえれそうです。それでは紹介しましょう。よいしょ。はいよ、来ました。こんにちは。みんなにこんにちは言って。ミーアキャットです。おちょ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 、こんにちは、ミーアキャットでございます。おいちょ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 い、あ、てよいしょ。あー、オッケー、危ない。ミーアキャットでございます。飼いたかった。今は抱っこイヤイヤタイムなんで、画角を変えよう。画角を変えたら君出てくれるでしょ、きっと。よいしょ。これでどうだ。あ、映ってますね。待って、ここに乗る。あ、隠しちゃった。これで俺も映るし、モンティも映るはずなんだが、果たしてモンティはこっちに来るのでしょうか。おやつで釣りましょうかね。モンティ。はい。おい。乗ってきましたね。モンティ、こっち。イタッチ。どうぞ。はい。後ろを向いて食べるスタイルですね。モンティです。家族ですね。はい。ついにお迎えしました。見てください、今。ほぼたわしだったでしょ。ねえ、あんたほぼたわしやもんね。ちょこちょこね、喋ってる時から声は聞こえちゃったかもしれないんですけど、実はお前もう1ヶ月ぐらい経ったもんね、ここに来てね。
ちょうど1ヶ月ぐらい経ってます。顔もわりかしだいぶこれでもワイルドになってんすよ。探してます？まだ、うん、探して。じゃじゃーん、ここにあるタッチ、タッチ、そっちじゃない、タッチ、タッチ、はいはいはい、はい、フレームアウトして食べるスタイルやってます。そんな軽々しくみんなに見せてたまるかってね、飯を食べてるモンティをね、ずっと同じ空間にいないとキュ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 言っちゃってるんですけど、まあ、正直もう現段階で家庭内別居はやってます。家庭内別居してますね。それお気になります。この間もね、一緒に動画撮った時にお話ししたんです。それをねちょっとまた動画出すんで、まあ、同じようなことばっかり言ってる可能性全然高いんですけど、ちょっと僕も何を喋ったか覚えてなくて。あら、いらない？なしでいい？落ちたよ、ここ。今ちょっと動画アップするのでぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。今日はそんなご報告動画でございました。これからね、実は結構この1ヶ月間ぐらい、ちょっとお迎えして立ってるんですけど、その間もねめちゃめちゃ写真撮ったり動画撮ったりしてるので、こちらのチャンネルでねいっぱいアップしていっていければなと思っておりますので、どうぞ宝部領事というか宝部領事よりモンティをねよろしくお願いします。あ、名前っていうかあだ名はモンティです。じゃあ名前何なんだっていうのはもう一つの動画でちょっと喋ってるやつがあるので、それもぜひチェックよろしくお願いします。やっと落ち着いてくれた。今から動画閉めるんやけど、なんで動画閉めるときに落ち着いた？立つよ、俺立ってから消すよ。今からあなたがここをどいてくれたら俺消せるんやけど、ちょっと毛づくろいしてるんで、この毛づくろいが終わってお腹も減ったんです。見てください、 T シャツ秒で買いました。可愛すぎて秒で。焦った。寝たかと思ったんやけど。お前寝たかと思った。動画切るよって。おちんちん舐めたい目です。え、本当に寝た。本当に寝た。え、どうしよう、立てない。こんな感じでぶっちゃけここ1ヶ月間ぐらい仕事できなくなる時間が増えてます。どうです、全然嫌そうじゃない顔。全然嫌じゃない。ああ、仕事しないといけないのにな、みたいな。今10時45分なんです。10時45分なんですけど、11時にはもうさすがに外に出ないといけないんで、それまで僕はここにいます。今後のモンティも気になるぞって思ってくださった方は、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。多分動画たくさん出すと思います。お、チャンネル登録の時だけ顔出して、おいしょっすみたいな。チャンネル登録よろしくお願いします。もうこっちのチャンネルは
お前が主役だ。何ちょこちょこ起きてんの。今なら起きるチャンスじゃない。ちなみにあなたも出かけたよ。一緒にちょっと向こうで寝よ。向こうだったら一緒に寝ていいよ。すっかり元気、秒で元気になったんですけど、ちょっとモニティチャンネル登録よろしくねって、みんなに今後の僕もよろしくねって言っといた方がいいんじゃない。はい、ちょっと最後は元気になっちゃいましたけど、今後の僕もよろしくねってね、あっち行っちゃいました。それではじゃあこいつで言っときます。今後の僕もよろしくね、じゃね。いや単純にあれなんですよ、正直なところで言うと単純に記録を残したいんですよね俺。こいつも基本的にはあもう同じ空間にいないともうずっとキュッ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 、もう基本的には僕の空間ちょっとあんたここで撮っとこうかな。あなたのもうちょっと喋りましょう。ま申し訳ない、ちょっと登場してもらう前までにちょっとここでね、あの今どういうことをやってるのかっていうのをね、かまってくんないからコシ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 やってるよみたいなところだったりとかね、ねっうんうんってやった今、うんうんって、あ恥ずかしいからちょっとギターに隠れちゃったりしちゃってんな。登場してもらえます？マイティ逃げました。ダメだ、捕まりません。今日は全く捕まりません。そんな近くまで走ってくるんだったら2倍の大きさにしてないよ。遊びたい。もう一生取れんやん、これ。あなたのこと一生紹介できん、これだったら。近づいては来るけどね。あ、今捕まえれそうです。ね。紹介していい？準備できた？準備できた？準備できたみたいですね。それでは紹介しましょう。